ホルスト・メレン管楽と沿岸管理という形で言いますと、その沿岸管理というのはこれまで、もうほとんどテクニカルな話として考えられてきた面が非常に多いんですけれども、森里未来館学をその中に入れていくという上では、やはり、人間のメンタルな面も含めて、また、社会学的な問題も含めて考えていかないといけないという、今までの沿岸管理とからはもっと広がった形で、人間の生き方そのものが問われているような、それがまた実にこの大震災の後の復興を考えていく上で非常に重要な問題になってきているのではないかなというふうに思います。でもう一つの面はその時間軸の面で、これから東北の復興をやっていく上にですね、どのような時間軸でものを考えていくか見ていくかという問題があると思います。今すぐその生きていく上に必要だという問題ももちろんありますし、それから、それ例えば瓦礫の撤去なんかについてはかなりの急を要した問題でもあるわけですが、その後ですね、もう少し長い時間軸でものを考えていくようなことも必要ですし、さらには地震の、サイクルのようなですね、かなり長い、もっと長い時間軸でもその我々の生きていくやり方ということを考えていかないといけないというふうにはこともあります。そういうふうに時間軸でもいくつかの見方を同時に考えていかないといけないのではないかと、私は考えているわけですけども、そういう中でやはりその森と里と海というつながりをどのように東北沿岸で、復興させていくか、復旧というのは元の状態に戻すわけですけど、やはり私はその元の状態が必ずしも良くなかった、田中先生の話にもありましたけれども、やはりいろんな意味で森と川と海のつながりっていうのが断ち切られてきたのがこれまで の近年の歴史だったというふうに思うわけですから、確かに地震津波は大きな災害であったわけですけれども、ここからの復興に関してはこれまでの過ちをと考えるところをやはりこう直していく、全く元に戻るということではなくて、そこを考えていくのが必要ではないかなというふうに考えています。そういうことも含めてですね、パネリストの先生たちに、言い足りなかったこと、それから、新たに喋りたいことがありましたら、お願いをします。よろしくお願いします。現場におりますので、発言させていただきます。宮城県は、知事からの提案で、被災しているところが、本当にひどいところもありますので、両親によるその自力的な復興が難しいようなところは民間 の力を、入れて、特区というふうな形で復活させようというふうな意見が出ましたけれども、漁業者の反発が非常に大きくて、ただこれも、宮城県は今漁協が県全体が一つの漁協になってしまいましたので、その漁協の代表が言うことが全部の意見というふうに捉えるそのというふうなちょっと困ったことも起きているわけなんですけども、ただ私自身もですね、いろんな漁業があるんですけども、少なくとも沿岸域でやる漁業につきましては、やっぱりあまりそういうふうなことはなんか迫らないんじゃないかというふうに、個人的には思っています。と言いますのもですね、今、気仙沼の大江市場が始まりまして、カツオだけは水揚げしてもいいということで、他の魚の水揚げはまだちょっと制限されているわけですね。でそれから定置網もなくなりましたし、それからいろんなその刺し網をやるとか、そういう漁業ももう今ほとんどやっていないんですけども、そうしたらですね、魚が岸の方にどんどん寄ってきてるんですよ、実は。だから多分ですね、これは漁師が取らなければですね、
海はそっとしておけば、黙ってても魚たちは海岸に来てくれるってことですね。海辺にですね。これはね、戦争中もそういうことがあったんですよ。兵隊でみんな男たちが取られてしまったために、すぐ近くまでマグロが来たっていう有名な話がある、あるんですね。でこの間うちの息子たちが、まあ、船で牡蠣の養殖いかだに、作業しに行ったらですね、なんか船にゴトンと当たるものがあったっていう。それでっかいマンボウがですね、とてもそんなところにいるはずがないやつが船にゴトンと当たってですね、それでみんなでそれを取ってですね、まあ、夏の味覚はカツオとホヤとマンボウは三陸の夏の味覚のものですから、それをみんなで分けて食べてですね、なんか力を上げたというふうな話がありますけど、あといろんな魚たちがですね、意外とですね、こう岸に寄ってきてるわけですね。だから、まあ、農地は米なんかは塩害で3年ぐらいは米が使われないだろうというふうに言われていますけど、海はですね、むしろその密漁だとかそういうことをちゃんと管理していただいて、漁師が力が発揮できないうちはむしろそっとしておいた方が一人で海は復活してくれるんじゃないか、だからあんまり余計なことはしてもらいたくないというふうな気持ちも私自身は強いわけですね。まあ、ただ今一番深刻な問題は地盤沈下が起きてしまってですね、これはもう沿岸域全部が地盤沈下してるんですよ。うちあたりでも1メーターぐらい地盤沈下しておりまして、満潮になるとですね、岸壁に全部水が乗ってしまうわけです。それからこれはもう埋め立て地は全部今海になっております。昔の海に自然にも返ってきております。だからその岸壁をどうやって使えるように早くしてもらうかということと、それから何か作業場を建てるとか加工場を建てるとか冷蔵庫を建てようかと思った時に、そこは残念ながらほとんど今潮が乗ってこうしまっておりますので、その決断がなかなかズルズルしておりますので、みんなもうやきもきしているわけですね。まあ、ですから海自然そのものは、まあ、放っておいても私は大丈夫だなと思っておりますし、むしろその、基本的なその地盤沈下に対する回答を早くこう決定していただいてですね、これ進めていただきたいというところが今、まあ、現実的な問題になっております。ちょっと今のところを引き取ってですね、こう自然海はこう元に戻ってくるという、まあ、確かにそうだと思います。ただこう我々はその海の恵みを利用してこう生活していくという、でそこのところでどう海を利用していくかというところだと思うんですけれども、今はこう物の物質循環ですか、森里海というのが上手にこう壊れたおかげで回り始めたところだと思うんですね。森のあるものが川に入っていって海に出ていくと、今までは堤防とか護岸工事とかでこうその流れが変わったものがこう元に戻って、でこれからはいろんな意味で復興していくときも、この流れが飛ばされないような上手なやり方っていうのが当然必要になってくるんだというふうに思います。畠山先生からの話で、チリ沖地震の後、津波の後ですかに、牡蠣の成長が良かったという話がだと思うんですけども、それも多分こ うまくあの時は流れ物質の循環というのがうまくいったのではないかと思いますけれども、もしかすると来年そんなような話が出てくるんではないかというふうにも思います。それとこうそうやって、まあ、海からの恵みでこう漁業というものがこう少しずつ出てきていた、こう漁業だけではダメなので、それを使ってこう水産業ですね、取ってきたものを丘に上げてこうどう加工するのか、でどう消費者にこう伝え持っていくのかですね。例えばこれから生鮮物で勝負しようと思ったら、こう生鮮のものを消費者に届けなきゃいけないわけですけれども、で果たしてそれで本当にこうこれから勝負していけるのかですね。生鮮のものをこう大消費地、例えば東京とか関西に持っていこうと思ったらですね、例えば近くに空港を作るとか、もっと早い物流システムを作るとか、そういうことをしていかなきゃ当然間に合わない、そういう形でこの復興していくのか、あるいはこう、
加工をしてより付加価値をつけたものをこう世界に発信して提供していくようなことを考えるのかとか、まあ、そういうことを考えた上で漁業だけではなく水産業全体としてこう考えていくっていう、そういうことも大事じゃないかというふうに思います。でそうやって、こう一つ水産業というものが大きくなっていくと、それに付随して町というものがこう出てくるのではないかというふうに思います。でこう生鮮物がこう大消費地に行き渡らない、だけどもそういう生鮮物のおいしいものが現場に行き現地に行けば食べられるということが分かれば人がたくさん寄ってくる。でそういうことによってこう観光業のようなものもこう栄えてくると、まあ、だからそういうようなことをですね、こうトータル、いろんなことをトータルにして考えていく、こうピンポイントで何かを一つ一つを元に戻すというのではなくて、こう街づくり都市づくり全体としてこう考えていくと、まあ、そういうことが大事ではないかというふうに思います。畠山さん、さっき言われたそのカラコアのカラコア地区でもことごとく流されて、要は低地であって、そこはかつては海だったんですね、干潟だ。でそこにはアサリやアカガイがたくさんいて、そういうものを取りながら暮らしになったらしい。しかしやっぱりそこを埋め立ててしまって、家を建てて、それが流された。でしかも今回は地盤が相当沈下して、これ回復するのに500年ということですから、しかももうそこは満潮高潮の時には淹水が入って、その買っては家があったところが低いところに水が海水が入って、そこにはもう魚の子供たちがちょろちょろちょろと泳いでるんですよ。自然はもう元に帰りたいという、それはやっぱりきちんと捉えるのがすごい大事じゃないかという気がしますね。もしそれをまあカラコアの場合非常に小さなところですから、そこはもうなんとか日向再生の、まあ、実験場にして、そこでいろんな細かい調査もやりながら、環境力もやりながら進めていきたい、まあ、いければ。それはもう少しスケールアップすれば、仙台なんていうのはものすごい広大なところですから、そういうところも場所によっては干潟に再生するような公共事業をやれば、これは意味のある公共事業になるんじゃないかという気がします。でもう一つ高野先生がおっしゃった、まあ、どれぐらいのその空間スケールでその水産業ということを、まあ、非常に大きな問題で、例えば北海道漁園のように中国の非常にお金持ちのところに美味しい魚を今どんどん北海道漁園化というのがありますよね。そういうのを目指すのも大事だと思います。やっぱり三陸の場合の漁業水産業の復活はもうちょっときめの細かい流域単位で、例えば気仙沼の漁業の恋人運動の20年の歴史の中では、もう森の人たちが今回の植樹祭ももうダメだと、畠山さんたちもこんだけの被害を受けてダメだというのを、もう我々がもういろんな準備をするから、ぜひこういう時だからこそやろうということで、6月の5日に、例年より 1.5 倍1200人以上の人たちが全国から集まって、非常に歴史的な、ですからそこの例えば水田を、その近く の水田を見るとですね、去年僕びっくりしたんですが、生き物がいっぱいちょろちょろ泳いでるんですよ。で普通の水田だったらオタマジャクシぐらいでしょ。ところがオタマジャクシ以外に土壌だとか船のような、それがいっぱいおるということは、もうすでにこの取り組みの中で林業と漁業のつながりだけではなくて、その間の農業まで環境保全的な、そういう方向に動き出してるんですね。ですから、ところが、まあ、そこではどうかわからないですけども、つまりその流域全体でもういろんな人たちが、我々は運命共同体のような意識が培われているわけですから、例えばその海の取れたおいしい魚たちを取った人も買う人も、今取った人はものすごく安い値段でしか買ってもらえない、だから我々消費者はものすごい高い値段で買わざるを得ない、やっぱり流通に問題があるわけで、例えばその流域全体だったら、価格まで取れたやつをモーネという、これは一ノ関市になるんですが、まあ、そういう自治体も超えた流域で、まあ、地産地消と言われますが、地産地消よりもう一歩進めて、旬産旬草旬消、旬の地のものを旬に食べるという、そういう食のあり方、流通のあり方を
やっぱりどこかでこうモデル的にそれもそういうものができれば一つの、まあ、他への波及効果もあるんじゃないかというふうに感じがします。どうもありがとうございました。どうぞ。今の田中先生の発言に関連して、先ほど私は最初の講演の時に申し上げたことですけども、畠山さんが言い終わられない時だったのでもう一遍繰り返しになるんですけど、地盤が沈下したということでその干潟として生産に使えばというお話となっているわけですが、そのいくつかの原理がありまして、その地盤が沈下するという表現でいうとですね、その例えば液状化して沈下するとかいろんな沈下があるんですが、この例えば牡鹿半島で1メートル20下がったと、これ非常に構造的なものでですね、500年かかってその海底の沖の方がずっとこう引きずり込まれていて、仙台あたりはこう持ち上げられてたんですね、こういう風になって後ろの方がね、持ち上げれてってやつが今度の地震でここが外れてドーンとこういう風に海底では飛び上がったけれども、その陸地では下がってしまったって500年前の状態に戻ったんですね。ですからそれがだいたいその1メートル20、まあ、もうちょっとこう早く回復する例がありますけれども、1年に1センチとか2センチずつ回復が、つまりまた噛みついてプレートをまたこう引きずり込み始めるわけですから、繰り返し繰り返しそれをやるわけで、その時にまあ100年200年経てばですね、まただんだんこう盛り上がってきて海底が沈んでてこうなると思うんですね。でそれを、ま、自然に待つっていう、待ってふこう願うということはちょっとありえないと思うので、どうしてもその土地を使いたかったら盛り土をして上を持ち上げて使うということになりますね。でそれを干潟として使えばというのが田中先生がおっしゃったことなんですが、干潟はまあそうやってできていくわけです。で昔はですね、そこへ津波がこう入ってきて、まあ、低くなったところへ津波が来るから余計ひどいことになるんですけれども、まあそれは昔は潮入りといって租税を免除するというなんか制度があったわけですね。で今回も皆さん税金との関係どういうふうに思っているか知りませんけれども、地方交付税というのがありまして、これ京都の人は海がないから関係ないと思うんでしょうけども、地方交付税をどうやって決めるかという仕組みがあるんですが、国土地理院がですね、秋になったらこの満潮の時の海岸線を測量するんですね。で満潮の時の海岸線を測量しまして、その海岸線でもって地図を直して、そして面積を出して地方交付税が決まるんです。そうすると今回の場合は随分東北一帯に下がりましたんで、満潮でこの沿岸を計算するとものすごく面積減るわけですね。そうすると地方交付税にかなりの影響をするっていうんで、国土地理院は今のところ試算化をしてるんですね。それを測量しないようにという、まあ海ですからね、今までの毎年の制度の通りやると満潮の時にこうずっと測って、それで宮城県にいくらとこう出すわけですよね。でこれをやったらえらいことになるだろうというので、国土地理院は賢いですよ、ちゃーんかわしそうですよね。でそういうことがありますから、その沈降したというのは非常に自然現象として、その数百年規模の運動として下がっているところで、あんまりその復興の何のかんのってあんまり議論をするとですね、そういう問題を持ちになってくるという面もあるんですね。ですから地理院はそういう役所ですけれども、測量しないようにわざわざこうシャーカをするということもあるんですね。そこら辺をどういうふうにその地方と国とで、で市民との間で考えていくかということは、これからじわじわまた問題になってくると思うんです。でまあ、いろんなことがそうやって絡むんだという、で正しいその沈下したそのこと自身は非常に自然の成り行きなんだと、自然の現象なんだというふうに思ってください。で西日本の方たちに念のため申し上げますけれども、私いつも言ってるように潮の岬や室戸岬や鷲津岬が今こう引きずり込まれて下がってると、で次の巨大な地震の時にボンと跳ね上がって海岸断層ができているって言っていつも言ってますから、全然反対のことを言うてるやないかと今思われると思うんですね。実は反対、それは室戸岬や潮の岬が今下がってて地震の時にボンと上がって断球になるっていうのは、何が起こってるかというと、仙台のずっと沖の方の海底で同じことが起こってるんです。だからプレートの境界からの距離を見ていただきますと、仙台湾のところで今おっしゃったように地盤沈下が起こった、それはそれまで持ち上がってて下がったんですけど、それは西日本でいうとどこのことかっていうと大阪なんですよ。
大阪とかね、和歌山、徳島あたりが今実は持ち上がってまして、南海地震の時にどんどん下がって、そこで津波が来るんですね。で、室戸岬とのプレート境界にものすごい近いところが陸へ出てるんですね。ですから今下がってて上がるんですけど、これは東北にはないんです。そういう場所が海底にありますので。ですから全然同じことが起こってるんだけど、全く正反対に見えるのはそういうことなんですね。プレート境界からの距離。で、大阪あたりで仙台、まあ、地図でご覧になったら日本海溝から仙台の距離と南海トラフから大阪の距離がほとんど同じような大分かりになると思いますけど、だから大阪はそう今持ち上がってて、今度ドーンと1メートルぐらい下がったところに津波来ますから、今の高さで議論してたらダメですよっていつも言うんですけど、まあ、そういうことなので、それを本当に元に戻せば、早く戻してくれというためには、まあ、土を盛らないかなわけですが、それで、川田さんが言うているように3階建てのビル作ろうとか何とかって言いますけども、それを本当にやるのか、本当に干潟が自然に発生したんだっていうんで交付税減るけれども干潟として生かすのか、その辺をですね、なかなかこれは考えるの大変じゃないかなというふうに思います。それで吉岡さんも言われている、とにかく日本っていうのはそういう動き回る大地でものすごい豊かである。でそれは隆起するところがものすごい激しく隆起しているから、栄養がどんどん昔に沈殿した固まったものが溶けて侵食されて流れてくるから、ものすごい栄養豊かな海ができているわけですね。ですから海洋生物の世界で一番多様性が豊かな国であるということは当然そういうふうになるわけですね。でその一つのそういうことを育てていくための運動が一つ自然に起こったんだと、非常に規模が大きく今回起こりましたということで、それをその恩恵を生み出す運動であったと。あんまりその自然に逆らう方がいいんじゃないか、干潟は干潟で生かしていこうやっているし、まあ、論理がそこから出てくると思うんですね。ですからその辺を今日どういうふうに考えるか、これは皆さんのご意見ではないかと思うんですけど。どうもありがとうございます。地方交付税の話が出ましたけども、実は、海っていうのは基本的にその私有権がないんですよね。ところが、一度陸地であって私有権が設定された陸地が海に中に沈んでも、これは実は私有権は解消されないみたいなんですね。で逆に今度はここ海にそこになっても固定資産税がついてくるという問題があるんですね。これは実は法的な問題がかなりいろいろあって、これもおそらく緊急に何とかしないといけない問題ではあると思うんですけども、その辺がなんか政府の取り組みとしてはあまり進んでないような気がしますね。ちょっと申し上げますけど、その塩入りって言って昔はそれを租税を免除したんですよね、塩を使ったところ。それは今の政府は知らん顔しとるわけで、その辺はやっぱり声を上げないと。で交付税は、地方交付税は減るわ、固定資産税は取られるわ、どんなふんどり食ったりみたいになったらいかんので、その辺はやっぱりよく考えないといけません。どうもありがとうございました。